その本当にあった話だけど、うん、3日前ぐらいかな、俺その夜ちょっと遅くなってて、でもなんか寝られんなと思って、なんかスマホでいろいろ見てたの、うん、5時ぐらいになってそのまま俺パッて寝ちゃってて、うん、で朝起きたらもう昼の2時半ぐらいなってた、うん、知らねえ怖い話みたいなのすんなよ2時半ゾッとはするけど、嘘みたいな話なんけどね怖い話みたいにすんなよ、うん、俺もこれ子供やった話やねんけど、部屋でテレビ見とって、そしたらなんか遠くの方からピーピーって音がして、何の音やろ、まあでもテレビ面白いからいいやと思ってテレビずっと見てて、で気づいたら寝ちゃってて、パッて起きたら夜の11時ぐらい、うん、その瞬間あっ思い出して、うん、洗濯機回してたのに干すの忘れてた知らん知らんお前だけが怖い話これ俺のお母さんの話なんやけど、うん、俺のお母さんさ、なんかバンドとかすごい好きで、お前バッて見たらツイッターでバックナンバーにリプレイ送ってた怖っ怖っ、なんてこの前の曲聴きましたよかったですドラムにドラムボーカルじゃなくてボーカルじゃなくてドラムに、うん、これ俺の母さんの話だよ。え俺の母さんタバコ吸うのよ、うん、ちょっと前あった時アイコスに変わってて、アイコスパッて見たら白いアイコスなんだけど、上の部分を別の赤いアイコス上の部分を刺してアイコスカスタマイズしてた怖っ怖っ、お母さんがいやもう勘22ずっとえアイコスカスタマイズしてるやんって言ったら勘笑ってたできないで弾けてると思ってたこの前お金やった時エピソードトークやったこの前お金やった時、今年フェス2回行ったからあんまお金ないって女子大生これ俺が中3ぐらいの時の冬の話じゃないけど、学校のクラスのみんなでなんか集まろうみたいな、ご飯行こうみたいななって、中学生って普段は学ランやからあれやけど、休日集まるってなったら私服を着るやん、で俺おしゃれしていこうと思ってロンティー着てダウンベスト着てニット帽かぶって行ったんやそしたら一番仲いい友達に、お前それ変やでそうなん怖かったね、怖かったよね、怖かったよね、それはゾッとするねそれはゾッとするね、これ俺がめっちゃちっちゃい時の話、うん、お母さんから聞いたんやけど、なんかおかんが料理してる時に俺がなんかその一人でなんかこうわちゃわちゃしてたんやって、喋ったりして劇の練習とかしてるんかなと思って、うん、他は気にせずにね料理してて、あとでご飯一緒に食べるときに、さっき何してたの、なんか劇の練習か何かって言ったら、なんかおばちゃんと喋ってたって俺が言い出して、うん、えってなって、うん、特徴聞いていったら、うん、もう俺の亡くなってるおばあちゃんとそっくりやったって、怖い話怖い話すんなよ準備してなかったそれで言ったら俺もそのちっちゃい時の話やねんけど、うん、親族の集まりみたいな言ってて、うん、でおとんがなんか笑い話みたいな始めて、俺下の名前りょうたって言うねんけど、ほんまはりょうってつけたかったらしい、うん、でもめっちゃちっちゃく生まれたから急遽たーっていうその太いっていう字をつけてりょうたってなって、そしたら思ったより太なりすぎたなって思って誰でも笑ってた怖っ怖っ、親父が滑ったね、親父が滑った一番怖いかも親族の集まりだよ珍しいドホームでドホームで行っちゃってるやん。